皆さんこんにちは、小山です。まあね、前回のね、あらすじなんですけどもね、パソコン年金ギャンブルでね、見事ね、こうね、まあ借金とかいろいろ荒技を使ってね、なんとかですね、こう10万円を作ることができました。で、まあさらにまあ小山のように2社目のね、消費者金融も、まあ、審査が通りましてですね、まあ合計で今現在まあ20万借金抱えてる状況なんですけども。まあね、無論、逆に僕の今までの性格を言うと、借金をすると、まあなんかこう、意欲が湧くというかね。まあそんな感じなので、まあこれは肯定的に捉えていきたいかなっていうふうに思うんですけども。まあともかくね、まあ10万とか、まあパソコンを買える費用をね、なんとかパソコン年金ギャンブルでね、捻出できたというけどね。いやー、長かったですね。普通にやればね、まあ、もっと1週間だか2週間前にパソコンを買えたんですけどね。今日のね、ここまでずれてしまったのもね、私のね、ギャンブルのなさというかね、ギャンブルの弱さというかね、あとはですね、気が弱かったというかね、もう本当親にはもうね、借金して申し訳ないんですけどね、まあ、自分でなんとかケツを拭ける範囲が20万だと思ってるので、はい、まあ、どんどん多重債務者の道を歩みそうになってるんですけどね、まあ、ギャンブルもね、ほどほどに頑張っていかないとなと思います。まあ、とにかく、まあ、パソコンはもう安く手に入れるつもりです。もうアウトレットでいいっすね。はい。まあ、これが僕がいつも使ってる、8万円で買ったパソコンですね。8万でね、正直言ってここまで持ったのはね、ほんとすごいよ。うん、8万か9万高で、まあ、ずっと動画投稿を支えてくれてたね、僕の相棒ですね。まあ、これを、まあ、今後はサブ機として運用していこうかなと。まあ、とりあえずもうね、メインでやるにはね、もう、こいつがね、もう荷が重すぎる。だって5年間か4年間、4年間か4年間使ってるんで、もうそろそろ性能の面ではちょっと限界が来てるし、なんならちょっとまあ、スピーカーがちょっとぶっ壊れてるので、まあいつね、壊れてもおかしくない状況なんですよ。まあなんで、こいつにはね、もう、かなりお世話になったんで、さよならということでね、はい。まあ今日もね、新たなね、小山の相棒、いわゆるパソコンをね、買いに行こうかなと思います。どうもこんにちは、小山です。買いましたパソコン。はい。まあスペック載ってると思うんだけど、もうこれで13万5000円はもう破格だと思った。あ、いや俺正直よくね、あのパソコンとか見るんだけども、この値段は破格よ。破格の中の破格です。ってことで今日のまあいわゆる、パソコン購入ミッション。ね、こう、13万2000円で入手できたので、まあ、予算ね、20万で組んできて、まあ、6万、8000円余りました。ここで、まあ、歌舞伎町に行って、ちょっと一勝負しに行こうかなって考えてるんですけども、まあ、まあ、言うて、わし、リゼロ打ちたい。ね、わし、リゼロ打ちたいんや。でも、ちょっと、リゼロどうなるかわかんないんで、まあとりあえずこの後ちょっとここ今パソコンあるんだけどこれは預けてリゼロ打ちに行きます。パソコンをね、買い終わったのでね、エスパス、ね、新宿店にやってまいりました。まあここのねパチンコホールは外国人が多い、ちょっとびっくりしました。というわけでね、リゼロ2てかこんなハマり台しか空いてなかった。ほんとデータひどい。いやーもうこんなデータ見たこともないんだけども、まあそれでもね、ちょっとやっぱりねリゼロを打ちたい気持ちの方が強いので、まあ言うて確率は同じだから。というわけでね、1万円ね投入して、このハマり台からねパソコン台取り返します。来たか。よしよしよし。いやーね、座って1万円でねこう先バレ来るのいいですよ。おお、いきなり強欲ボタン。これは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 、よし、私の名前はただのエミリア予告。これ来ただけでもう熱い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 、もう 75% くらいある。いけるいけるいけるよこれ。いやー悪いね、僕とリゼロの相性はむちゃくちゃいいんだ。うん、もうリゼロの時いいのよパチンコは。ってことでね、当たらせていただきます。
グランヒルテ、まあまあいいですね。仕切り直しと思っていいのかしら。ここでちょっとチャンスアップがもう一個くらい来てくれればいい。青フラッシュ。緑フラッシュ、あるあるある、全然ありますよ。あるある。最後どうなる。うーん、緑フラッシュか。まあでもね、ただのエミリア予告が来てるので、まあ、ちょっとねこう弱いリーチだけども、まあハマってるし当たるんじゃないですかね。というわけで当たらせていただきます。なんでなんでや、エミリア来たやん。まあこれがスマパチか。というわけでね、2万円、ね、あ、気づけばね、1500まで行きました。キエーキエー。でさらにエスパスのくじみたいなのをもらったんですけども、ハゼー、ふざけんなよマジ。ということで、打ち始めたら、おおおお、来た来た来た。お、なんかエスパスくじ外れ先読み予告みたいな感じか、これ。もういきなりねゼロ予告が来ました。もうこれが来ただけでもかなり熱いんですけども、はい、金書庫、金書庫が来るだけでも、ね、激アツですか。いやー、もう金書庫来て、あとはもうワンパンチくらい欲しいけども、何が来るかな。さあ、ホリホリ変化、ホリ変化、ホリ変化、あー紫、あれ右上なんかある、右上なんかある、右上、お、あつあつ来た、あつ来た、あつ来た、オッケーオッケーオッケー、チャンス目もある、オッケー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 、お、これ来たんじゃない、オッケー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 。いや、今度のただのエミリア予告は当たるでしょ、これは。はい、というわけで私の名前はただのエミリア来ましたね。ちなみに私は静岡県で生まれたと思われがちですが、埼玉県で生まれました。で、埼玉県の、ど田舎のクソギャンブラー小山でございます。さてね、ちょっとセンスのないコメントをしてしまいね申し訳ないんですけども、さあ、あーガーフィール、うーん、ガーフィールか。おスバル白フラッシュ、青フラッシュ、うん、緑フラッシュ、ちょい微妙かな。頼む、持ってくれ俺の行き地。ああ、緑か、カットイン、絶望に抗え。あ、ゴーヤ来た、ゴーヤ来た、ありがとう、ありがとう、ありがとう、これは来たわ、よし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 。ああ危ねえ、まあこれ うち借金してリゼロ売っとるからな、1583余り。まあ言うて私がまだ売ってんのはまだ2万円くらいなんですけどね、まあいいでしょう。というわけで当たりました。いやー怖かった。まあね、こうパソコン代の余り金とはいえ、まあやっぱりねこう20万借金してるので、これが、20になるかね、10万になるかっていうのはだいぶでかいですからね、学生ですし。まあ、てか学生じゃなくて俺はもうそろそろニートになるんだけど、まあまあいいや、それはそういう暗い話は置いといて、とにかく大騒ぎ殲滅すれば3000ボーナス手に入るから、まずはそれをやってから現実逃避しましょう。というわけで、愛しのね、ベアトリスちゃんがアルシャマクを決めてくれるかというところに、ね、かかっていますね。皆さんね、パチンコをねリゼロやっぱりね好評でございます、ね、いろんな動画見てますからね、もう大体パターン知ってるんですよ。ああ、もう白、もう白で白とかね、もうこれもうやばいんですよね。まあまあでもね、今日の俺はちょっと違うからね、パソコンを手に入れて、で資金にも余裕がある、でなおかつこの金は借金、頼む頼む、いけ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 、なんか早くね早くね、いける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 いけいけいけない、おーお前、え、マジ1500も足単発とかありえる、ありえる、岸田の陰謀だろ。ね、ということでね、最後のホール、はいはい、入った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 、おい、いやー、やばい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 、持ち玉で当たるから来た、
たぞ、来た。お、オッケーオッケーオッケー、エキドナいる、エキドナいる。これはエキドナ予告だな。入ってくれよ、エキドナだ。これがパチンカスドンを狂わしてきた強欲の魔女でございます。どの演説予告、これは熱いですよ。これね、なんかロングバージョンと普通のバージョンがあるんだけども、これさ、ロング見たことある、マジで全部長いやん。こうどれが、ね、長い予告なのかわからん。まあ、というわけで、でもこれが来ればだいたい7割くらいの信頼度があるので、これは熱いですよってことでね、はい、エキドナ演説予告、そろそろおしまいかな。うん、おしまいおしまいおしまいですよ。というわけで、ここから発展していくという感じでございますね。ーこの後何が来るか、ここから。オッケー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 、強欲強欲、強欲発展。ロズワル、ロズワルならいい、ロズワルなら全然いい。あるあるある、あー紫保留。まあでも強欲のね、ロズワルだから、強欲 SP リーチのロズワル、あ、なんと信頼度 82.4% もあるそうですね。いやー、これはもうもらったでしょ、さすがにねえ。いやー、もらってるよ。まあ60回転くらいで出てるから、まあ、ラッキーなんですよね。もうこれ持ち玉で出てるからね。いや、ほんとラッキーラッキーね。問題はこのボタン、ボタンが大事。お、赤赤赤赤、ある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 、いたいた、いためいため、ふぅー、ふぅー、ふぅー、こっからまたね、3000を引いてね、こうリゼロ腐敗伝説をね、作り上げていくわけでございます。というわけで大当たりでございます。いいねいいね、素晴らしい素晴らしい。でも問題はこの後のなんだよね。この後のこう大ウサギを殲滅できないといけませんね。というわけでね、大ウサギ殲滅戦法です、ね、先ほどはちょっとね、あれだったんでね、こうなんとしてもね、取り戻したい、そんなところでございますけどね。こうね、まあ大体 55% だからね。 55% って実質 70% くらい体感あるから、まあだからさっきはね、あのレアパターンよ、レアパターン、うんうん、だから次当てればいける。ここも、あー、白はまずい、白は本当にまずい、うん、白、マジか、マジでやばい、やばいんだが、いやちょっと単発やめて、単発嫌だ、単発は嫌なんだけど、これは、あれ、もうなんかこれいつも違うくね、近くね、いったしょーしょしょしょー、ビアコー、気持ちいい、ラッシュ突入や、超強欲3000ボーナースね。前回はですね、こうせっかく7000発も出たのにね、こう撮影不可能というね、悲しき事態で終わってしまったんで、というわけでここの強欲チャンス 25% を引けばさらに1500上乗せ、早く上乗せしたい。3、頼む、ちょっと上乗せ見てみたいの、見さして、2、頼む、見さして、上乗せを見さして、私に上乗せを見さして、1、ラスト、いえ、発生しない、あー、オーマイ、それでも十分なんでね。というわけでね、ラッシュが行こうかなというふうに思います。で、カスタマーありのね、信頼度先読み設定だから、パーセンテージがつくやつですね。はい、やっぱりね、リゼロはね、このパターンが一番いいのよ。このカスタムがね、一番楽しい。まあ現状ね、1% がずっと続いちゃっているんですけども、おっ、なんか来た、あ、落ちた、
効約3000ボーナス。やったー、いきなり 25% 引いちゃったよ。いやー、もうこれを引くのがね、リゼロの醍醐味ですから。あーね、ここのねフリーズ予告もね引いちゃうんですよね、今の勢いだからね。はい、3、はいはい、くる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 、2、くるべ、くるっしょ、くるべ、くる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 、1、くる、くる、来ない、ラストラストラスト、あるあるある、いやないんかい。いやーねー、まあまあまあ、なかなかないからね、 25% はなかなか引けない。まあでも逆に終わる可能性の 25% もあまり引かないってことですからね。はい、ね、このね、こう万発くらいは今日はなんかいけそうな予感がするんですけども、どうなんでしょうかねというところでございますが、果たして、おお、来た、死ぬ死ぬ死ぬ、死んでやる、死んだ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 ってなんか嫌だな。でもよし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 、死んで嬉しい、死んで嬉しいって言っちゃいけないけどね、この場合は死んで嬉しいんですよ。あんま死んで嬉しいとか言っちゃいけないんだけどね。でも死んで嬉しいじゃないですか、リゼロなんて。リゼロは死んでなんぼなんですよ、リゼロは死んでなんぼなのよってことで、険しい表情をしてる小屋のる、果たして今日の結果は。はいね、本日のね、リゼロ2ね、ついに、ついに、ついに、ね、参戦することになりました。いやー、ようやくっすよ。ねえ、望んでいたね、リゼロ2、ついに打つことができました。ね、果たして、結果は、どうなったのか？投資、2万1000円の、回収、2万6000円でした。微妙いな。まあまあでも勝ちは勝ちだからね、5000円でも、ね、全然勝ちということでね。まあ一時期ね5500もねハマってね、単発だった時はふざけんなよクソって思ったけどね、こうリゼロに愛されし、リゼロを愛した男のね、小屋のる、プラスで、終わることができましたね。このおかげでね、まあ一時期はね借金20万円もね、見えていたんですがね、やばい方の借金、まあ消費者金融の借金はすぐに返して、で銀行系カードローンのね、借金はまあ10万円残ってるんで、次回からですね、このパソコン年金ギャンブルはね、おしまいとなりますね。次回からはね10万返済編ということでね、いよいよね、ようやくね、個人事業主がスタートしますね。まあ、ちょうどね YouTube もなんか軌道に乗り始めてね、現在ねチャンネル登録者ね、500人超えてるのでね、まあ、この調子でいけばまあ4月頃には1000人くらい超えてるんじゃないかなというね淡い期待を込めつつね、まあでも世の中そんなうまくはいかないっていうことはね、よくよくね、まあ動画投稿人生ね、8年間続けてよく分かっておりますのでね、まあこれからもね日進月歩ね、頑張っていきたいと思います。ちなみにまたパチンコとかね、パチンコ企画好評なので、はい、また小屋のると乗り打ちしたい人もね、ダイレクトメッセージ募集してますね。というわけで、ありがとうございました。バイナー。